浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時好きな場所でお付き合いください。8月1日暑い日になりました。今日はインサイドヘッド2を見てきましたよ。なんとアナ雪を超え、世界でのアニメーションの興行収入ナンバーワンですか。すでにね、すごい、大ヒットした作品になりましたけれども、日本的にはまあアナ雪の方が見られてるわけなんですけど、さあ果たしてどうだったのかというところでございますよ。まあもちろんネタバレ等々はしないようにお話ししようかなと思っております。さすがにね、初日なんでね。けどまあ僕の見た感想だったり、気持ちをここに記しておこうかなと思っておりますが、めっちゃ泣いた。めちゃくちゃ泣いたなぁ。いやたまらんかった。どこまで喋っていいかわかんないんだけど、ワンからね、成長したお話なんですけど、舞台は中学生から高校生に上がる、時期、感情が新しく増えてくる、いわゆる思春期と呼ばれる時期のお話なんでございますが、僕3回泣きましたね。3シーンというか、3つの場所で泣きました。まず1つ目、冒頭で泣きましたね。映画始まって、10分経たずにもう泣いてましたね。多分見た方、見たらわかると思います。言いたいことが僕の。あ、この映画まずいかもってすぐ思いましたね。あ、これ、すぐ泣いちゃうやつだ。物語が進んでいって、終盤あたりにポンポンと涙腺に来るシーンが立て続けに来ましたね。いやー、やられた。間違いなく子供向けではない気がするけど、題材は子供なんですよね。そこがね、また難しいところなんですけど、やっぱ大人になってからのこの成長とか、まあ大人になるって言ってもまだね、中学生ですけど、その成長具合とか、感情が増えていく、あの時代の特有の感情の、揺れ動き方とか、そうだな。あとは、インサイドヘッドでね、見てるから、なんか勝手に親目線で見てるわけですよ。だから、こんなに大きくなったのかというね、なんかこう、親心というか、なんというか。いや、これは売れますよ、それは、世界でも。他のピクサー映画と違ってね、こう冒険に出るとか、強大な敵が出てきてとか、そういうことではないんですよ。このインサイドヘッドっていうのは。やっぱこの感情の、人が動いていく、人の気持ちが成長していく姿っていうのが、この映画の最も素晴らしい見どころだと思うので、今作もそれがしっかりと描かれているので、よかったらぜひ、ご覧になってください。今日初日だったんでね。ファーストデーって1300円になってたの気づかなかったわ。高くなってた。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。